はい、皆さんこんばんは。ボナセラ、チェルコミナリです。はい。はい、では今日も始めましょう。はい、夜ご飯。今日は何しますか？キヨ、パスタコニルポルポ。タコのパスタ。パスタコニルポルポ。そうです。まあ、トマトソースね。トマトのソースのタコのパスタですね。そうですね。おいしい。イタリア人タコ食べるけど、ね。そう。はい。他のヨーロッパの人食べる？スペインだ。食べそう。スペインだ、絶対。そう、めっちゃ有名な料理があります。あ、そうか、そうか。と、ポルチュガルでも。あ、食べそう。アメリカ食べないでしょ？知りません。あ、食べない、食べない。私は食べない。あ、本当に？悪魔の、悪魔の持ってるでしょ、確か。とにかく、材料。はい、あ、材料、はい、ちょっと待って。タコ。はい、まあ、これは2つ、2匹ちっちゃい、そこまで、500グラムね。あ、500グラムね。はい。うん、そう。何人分？今日私たちは3人。はい、うん、だから。3人分で500グラムぐらいのタコってことね。そう、そう。だけぐらいしかない。もう、洗ったね。その目と口、はい、取った。はい、と、ちょっとその、水の下、はい、ちょっと塩で、これ、なんとネバネバじゃなくて、けど、あ、ぬめりが取れる。あ、OK。はい。それね。と、パッサータにポモドーロ。パッサータ。パッサータ。トマト。のジュース。トマトジュース。うん、そう。ジュースというか、普通の、あ、いつも通りの缶トマト。はい、ちょっと、ハンドミキサーしたらでいいです。はい、ね。OK。はい。ニンニク。はい。一かけら。一かけら、ニンニク。はい。塩、コショウ。これは100ミリの、白ワイン、はい、パセリ。結構多めですね、パセリ。そう。はい、ちょっと唐辛子。ああ、ね、ペペロンチーノ、ね。ちょっとだけそのピリピリ。うん、ああ、ね、似合うね。美味しいね。と、うん、オリーブオイル。オリーブオイル。はい、今日忘れなかった。と、パスタ。ね、ここに。あ、パスタね、パスタはやっぱりスパゲッティが似合うのかな、これは。あ、まあ、何でも合うけど、まあ、スパゲッティ全然合います。スパゲッティとか、ね、魚介類とか、リングイネとかね。そう、リングイネ。はい。そうね、はい、では始めましょう。はい、ニンニク、はい、取りましょう。その半分な、はい、いつも通りその中のやつ、はい、鍋、ああ、大きめのね、フライパン、そう、と、もしよかったらその唐辛子も、あ、今入れるね、潰して、はい、はい、私はね、これも好きな量ですね。そう、とオリーブオイル、 OK、 多めですね。このまま、はい、ちょっと弱い、ほう、温めましょう。はい、はい、温めましょう。はい、これ温める、はい、間、間、はい、そのタコカットします、ね、はい、2センチぐらい、はい、適当けど別にこんな感じね。あ、これぐらいね、大体ね。そうですね、はい。これ、まあ、チェンジ。あ、ちょっと残す？足。かわいいから。行ったことない、私は。タコツボ？うん。まあ、そんなに行くもんでもないよね。釣りとちょっと違うしね。本当に船でブルルルって行って、なんていう、なんか海にさ、黒いボールいっぱい浮かんでるでしょ？あれの下にタコがあんねん。ツボが。ツボってバーゾ。見たこと。シー、アーカピットシー。そう、あれが全部繋がってんねん、紐で。で、あれを一個ずつ上げていって。で、彼たちはもう、よく知ってるから、中に手入れないで見ないでも、もう、上に上がった瞬間わかんねん。タコが入ってるかどうか。そのバゾから出る水の量でわかるんだって。そこから水が、ちょっとしか出なかったら、意味はタコがいるってことやね、中に。そうか。もう、プラダイ。OK、でか。はい、切れた。だから、今肉を取って。はい。ティック。タコ、入れる。はい。はい、うん、alzo un pochino la fiamma, ちょっとだけ、はい、ね、ちょっと強くした、ちょっとだけね、うん、OK、 こんな感じに3分な、はい、これだけ、 OK、 はい、ワイン入れます。はい、弱火、このまま20分な、あ、20分、20分な、はい、カバーする、し、だからその弱火、はい、はい、待ちましょう。待ちましょう。はい、20分待ちます。20分経ちました。はい。
そのもう出した全部のタコの水分ね、はい、これ大体 500g。 あ、 500g 入れるってことね、大体、はい、分かりました。まあ、要はタコと一緒の量ってことやな。あ、まあそうね、考えなかった。このまま、はい、他の30分ああ、そのとりあえず、はい、塩いらないね。はいはいはい。いつも通りその塩は入れれるけど取れない、うん、だからちょっと後で味見してみましょう。エザット、はい、では待ちましょう。30分、はい、まだ10分な、はい、そうそう、はい、待ってます、ね、だからこのスパゲッティちょうど10分な、はい、だから、はい、スパゲッティ、はい、これもいつも通り 3.5 リットルのお湯に 40g の粗塩、そうね、とりあえず、はい、パセリ、はい、そうですね、もちろん払った、はいはい、そうですね、硬い部分取り除いて OK、 まあ、はい、ちょっと試してみる、はい、どうですか。うーん、ないです一つ、このやつ、はい、その普通より少ない。それじゃ砂糖入れなかったこれ。No、 砂糖入れてない、ずっと煮込んだと。タコの強い味もあります。はい、今試してみた。変な酸っぱさがないってことね。そう、変な酸っぱさがない。いつもそのトマトソースがあったら、はい、ちょっとだけ砂糖ね、砂糖間違いない。だから別にちょっと、はい、あ、どうしようどうしよう、まあ、入れてた、はい、そのちょっとだけ、はい、OK、 待ちます。はい、5分。そうそう、終わった。だから消した、はい、だから今から、あ、そのまま直接入れるんだ。マシン、おーら、はい、あー、おいしそう。けど本当は30分寝かした方がいいって言ってたね、あなたは。まあそう、本当に完璧。私たち今もうちょっとお腹が好きすぎる好きすぎるね。ちょっともっとオリーブオイル、はい、最後、うん、パセリね、はい、全部じゃない、最後の最後、はい、その皆さんの皿にいただきます。30分寝かした方がいいでしょ。そうね、そのソースできてから、はい、消してちょっと置いておきます、はい、置いておいた方がいいです。だから全部の味、酢、ジラータディペペ、はい、コショ、プロント、完成します。したしたキャレットの色、はい、ね、はい、ガルダ、ガルダコのワインですね。サルテーラボストラ、buon appetito! いただきます。Assaggiamo il tacco. Uno shokan no nashi, che sono insomma Italia gin to Nihon gin no tacco no suki na bubun chigai mas. Do oishii desu jo? やっぱタコ、なんかやっぱりそのイカと全く違うものがあるよね、タコに。はい。いやいやいや、だって食感も違うね、似てる。そう。食感が違うよね。なんかちょっとコリッとした感じ。だからもうタコ最高。タコ最高。美味しい。間違いない。そう。まあ、イカも美味しい。イカも好きやけど。まあ、とにかくそのタコのサラダ。はい。私の家族、うん、特別な時だけ食べる、うん、食べ物。はい。だからちょっとなんというプライドがなります。だから私はね、うん、その初めて作った日本で、日本人ちょっと固まった、ちょっと、何、その、柔らかかった。そう。けど別に、これちょっと違います、はい、食感ね。はい、これちょっとコリッと硬さがあって、日本人大好きだった。けど別にそのタコのサラダ、はい、一番いい ポイント、柔らかい、だからちょっと溶ける、口の中溶ける、だから私は、あ、めっちゃできました、ちゃん完璧、ちゃんと溶ける感じ、けど彼たちは、うわなんか古いイメージがあるよね、柔らかい。後で説明してくれた、うん、私は、あ、そう。そうだからさ、けど、まあ、だからあれやん、ベネツィアに行って、ベネツィアの超高級な、めっちゃ高いレストランに行って、はい、出てきたサラダかパスタか忘れたけど、やっぱりタコ柔らかかったもんね。慣れてるからいいけど、あれ初めて日本人食べたら、えってなる。うん。けどもう一回言います。
これは違う。これははい、これは硬さがある。なんというか、ちょっとにゃにゃにゃ。テクニックがね、違うからね。柔らかくするテクニックがあるんでしょ。そう、茹でるね。はい、茹で方があるってことね。あとなんか、これ本当噂で、何タコをなんか取った後、100回叩くとかでいいし。うん、し。それ本当なんだよね。はいはい。それも柔らかくするためでしょ。カレー糸。あ、冷凍したら柔らかくなるの。はい。知らなかった。さすがやね、タコを柔らかくするためのテクニックはイタリア人に聞かなあかんね。柔らかいのもなんだかんだ慣れたら美味しいし。日本に住んでたから、はい、大好きでしたのタコのサラダ、今も大好きけどいつも考えてる。あ、ちょっとけど柔らかすぎる。柔らかすぎるかな。私は逆にそれはそれでまた美味しく感じて、今度しましょう。はい、今度してみましょうね。その柔らかいタコのサラダっていうのはね、はい、今回はこれでもめっちゃ美味しいからね、ぜひぜひこれはやってみてください。でしょ、うん、もう全部食べちゃうで。ごめん。では、はい、ということで、はい、では皆さん、チャオチャオ、またまた。口の中入ってるからね。 Thank you.